とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。いつも本当にコメントありがとうございます。すべて読ませていただいております。今日のコメントが、なんだったっけ？シフーマジン王さんかな？ちょっと読みにくかったんだけども、多分合ってると思う。シフーマジン王さんからいただきました。ありがとうございます。初心者用のランキングを、見てみたいものですということですね。ちょっとね、初心者用のランキングっていうのがちょっと難しかったので、まず序盤から中盤にかけてこんな感じでやっていくといいよっていうのを今日は、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは今日は初心者さんへのレクチャーということでやっていかせてもらいます。まずマイクラダンジョンズ始めましたらミッションで、ダンジョンをクリアしていく、まあそういう感じになってくると思います。まず大事なことパワーを上げていくことですね。とにかくパワーを上げることを、注意してやっていってください。パワーの上げ方ですけども、まずパワーはこの装備してる6個、これの平均値がパワーという風に表示されます。まずですね、この村の商人もしくはダンジョンで入手したアイテムでとにかく一番パワーが高いやつを装備してください。性能は何でもいいです。性能は弱くてもいいので一番パワーが上がるやつを装備してミッションをスタートします。こういうミッション画面に入ってください。装備をつけたまんまね入ります。で、そしてダンジョンに入って、プレイしていくよっていう時になったら自分の最強装備に付け替えてください。で、さらに進んでクリアするとき、クリアの扉の前に着きますよね。扉の前に着いたらまた性能はどうでもいいけどもパワーがとにかく高いやつ、それに着替えます。で、クリアボタンを押してクリアをする。それだけですね。そうすると、この村の商人、そして鍛冶屋ですね。そこで自分のパワーよりも上のものが手に入るようになります。で、そのパワー上のものを手に入れたら、それを着て、で、ミッションに行って、また着替えて、クリアする前にパワー高いやつを装備してクリアする。そうすると、どん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 パワーが上がっていきますので、攻略しやすくなっていくと思います。まあ、序盤はとにかく、パワーを上げること。これに注力してください。それではここで、序盤におすすめの装備、ランキングではないんですけども、紹介していきます。まず、序盤に、入手しておきたい装備。まずはですね、どんな防具でもいいです。とにかく、ノーマルじゃないやつ、ユニーク装備の防具を入手してください。で、エンチャントで、ポーションバリア、そしてクールダウン、この二つがついてるやつを探しましょう。防具は何でもいいです。ユニークだったら何でもいい。とにかく、ポーションバリアとクールダウン、これがついてるやつを探してください。このローブ系だったらば、もともとクールダウンがついてるので、ポーションバリアをつけるだけでいい。なので、入手しやすくなると思います。はい。とにかく、重要なのは、ポーションバリア、そしてクールダウンですね。この装備をつけてると、ある程度、パワーが上のところに行っても、やられることは少なくなると思います。ポーションバリアが、とにかく優秀で、使っていけるので、おすすめです。で、武器ですけども、序盤おすすめの武器としては2種類あります。まず1つ目は、闘志の締め具ですね。そしてもう1つ、両刃斧です。両刃斧と闘志の締め具。この2つが、まあ、初心者さんでも扱いやすい装備かなと思います。エンチャントは別に何でもいいとは思うんですけども、輝きを1つつけていくと、だいぶ楽になるので、探してみてください。闘志の締め具もしくは両刃斧のユニーク装備だった場合は呪いの斧、ワールウィンド、その2つですね。輝きをつけてください。これ間違いないと思いますよ。
そして弓ですね。弓は、ハープクロスボウ。序盤はまずはこれがおすすめです。これ序盤だけじゃなくて、後々言ってもずっと使っていける装備なので、一つ持ってると間違いないと思います。エンチャントも別に、そこまで厳選しなくてはいいとは思うんですけども、まあ、できることならば、これ、マルチショット。このマルチショットを入れてると、かなり火力アップになるので、おすすめです。ハープクロスボウは、乱射のクロスボウのユニーク装備となってます。ハープクロスボウの他に、輝くハープクロスボウっていうのもありますけども、こっちのハープクロスボウの方が断然強いので、おすすめですね。続いて、アーティファクトだね。序盤持っていた方がいいアーティファクト、2種類あります。この2つ持ってれば、ほぼ間違いないと思うんだけども、まず1つ目、卵天狗岳ですね。これを使うと、攻撃速度倍になります。なので、これをつけておくと、めちゃくちゃ強くなるので、絶対入手しておいてください。クールダウンが結構長めです。持続時間よりも長くなりますので、防具には必ずクールダウン、絶対必要ですよ。そしてもう一つ、これ、弱体化のドラですね。敵に使うと、ダメージが3倍入るようになります。なので、ボス戦とか、あと強敵が出てきた時とかに、これを使うと楽になりますので、ドラ、そして、キノコ。この二つは絶対に用意するようにしてください。入手もそんな難しくはありません。お店で売ってることもあるし、ダンジョンクリアしてもらえることもあるので、必ず入手するようにしてください。それでは、序盤の進め方、そしておすすめ装備などいかがだったでしょうか。では、今から中盤の話に入ります。序盤を進めていくと、まあ中盤まで結構簡単に行くことができます。でも、中盤、壁が出てくるんですよ。特にアポカリプスのプラスに入る頃、それぐらいにちょっとね、壁が出てくるんだよね。どうしてもクリアできない。敵が強すぎるっていう。敵が多いし、敵がえらい動き早いなっていう感じになってくるんで、そこが壁ですね。その壁を越えるために、必要な装備っていうのを説明していきます。まず、武器ですね。武器は、ソウル系の武器で流れ込む魂。これがついてるやつを探してください。不滅のナイフ。もしくはトゥルースシーカー。監守のサイス。ソウルフィスト。そのあたりですね。フロストサイスとか。そのあたりです。流れ込む魂。これだけついてればいいです。とにかくこれがついてる武器を探してください。で、防具だね。防具は序盤と同じやつで大丈夫です。とにかくクールダウンとポーションバリア。その二つがついてれば、まあ、合格でしょう。OK です。大丈夫。で、弓を、ハープクロスボウから変えます。何に変えるかっていうと、このクールダウンショット、そしてアーティファクトチャージ、もしくはロールチャージだね。これがついてるやつを探してください。このクールダウンショットを発動させるとものすごく強くなれるので、中盤から終盤にかけてはこれが絶対に必要になります。探してみてください。とにかくクールダウンショット。これは絶対必要。で、ロールチャージ、もしくはアーティファクトチャージ。この二つ。どちらかがついてれば OK です。これがついてる装備を探してください。まあ、できれば、弾数を多めに持てるやつっていうのがおすすめだね。この、これ、サブリューイングとかは弾がね、ちょっとしか持てないのよ。そういうやつはおすすめできないので、できるだけ弾を多く持てるやつを探した方がいいと思います。まあ、その装備をセットすると、カバンビルドっていうのを発動させることができます。この羽、そしてエレメントのカバンを2つつける。これだけで大丈夫です。あとは、連射器はね、必要ではあるのよ。でも連射器なくてもそこそこやれるので、この装備は持ってた方がいいです。この羽を使いながら、
弓を連射して、このエレメントのカバンを撃つっていうやり方だね。こんな感じで、今連射器使ってないんだけども、自分の連射でもこれぐらいの感じにはなります。この雷がとにかく、かなりの広範囲に撃てるし、ダメージも素晴らしいので、とにかく、この装備で中盤は乗り切ることができます。そして、この中盤で厳選しておきたいなーっていう装備を紹介させていただきます。まず、武器は、まあ、基本何でもいいです。武器は厳選そんなしなくても大丈夫です。防具だね、重要なのは。防具を厳選した方がいいです。おすすめはこれ。輝くローブだね。これは、アーティファクトのダメージが 50% 上がるので、カバンビルドとの相性は抜群です。うん。で、もともとクールダウンがついてるので、厳選しやすくなってます。輝くローブはかなりおすすめです。そして、これだね。ウィザーのアーマー。これはクールダウンはもともとついてないんですけども、HP を 6% 吸収するオーラっていうのがついてます。これがついてると、生存率、耐久力がものすごく上がるので、おすすめです。ウィザーのアーマー。そして、輝くローブ。これはね、結構、出やすいし、厳選しやすいので、いいですね。そして、もう一つ、あ、二つだね。発光するイカの防具。そして、俺は持ってないんだけども、影の衣。その二つも、この頃から厳選していっていいと思います。エンチャントは、クールダウン。とにかく、クールダウンが一個でもついてれば、OK です。この頃から探していくと、いいですね。まず、輝くローブ。そして、ウィザーのアーマー。発光するイカの防具。影の衣。ですね。そして、弓でのおすすめも紹介しておきます。弓はおすすめ結構あります。まず、このパープルストーム。ですね。そして、同じ性能の、これ。機械仕掛けのショート棒。愛のスペル棒。この3つですね。この三つは、ショート棒のユニーク装備になるんですけども、弾をめちゃくちゃ持つことができて、連射が可能です。なので、カバンを連発することができるので、カバンビルドとの相性は抜群です。これおすすめですね。で、そして、これ、バブルバースターだね。イカの防具、そして影の衣を装備しているとき、この弓を使うと、めちゃくちゃ強いです。うん、エンチャントによるんだけどね。なので、まあ、とりあえず、クールダウンショットと、アーティファクトチャージ、ロールチャージ、そのあたりがついてるやつが出たら、当たりです。取っておいてください。あと、この二つもおすすめですね。冬の指先、ピンクスコーンドレル。このあたりも強いので、出たら取っておくといいと思いますよ。はい、ということで、コメントありがとうございました。今日は初心者の方のおすすめ装備、そして中盤に行った時厳選すべき装備など紹介してみました。いかがだったでしょうかね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。